砂坊主をご覧の皆さん、こんにちは。私、砂坊主のオープニングテーマ、サンドミッション、そしてエンディングの砂坊主絵描き歌を歌っています、高取秀明です。砂坊主第2巻 DVD 第2巻いかがだったでしょうか。曲の方覚えていただけたでしょうか。僕も楽しんで歌った曲なんで、ぜひ皆さんにも覚えて歌っていただきたい曲だと思っています。そうですね、オープニングに関しては、最初に楽曲をいただいて聴いた感じすごくワイルドクールな感じがしたんで、ぜひ自分のバンドでやってみたいなっていうのがあったんですね。まあ、僕ソロ高取秀明と他に Z 期というバンドを自分でやってるんですけど、このバンドをちょっと使って、まあ、本をこう結構多めに出したような形 の, アレンジをやらせてもらえないかなという形でアピールしたんですけど、見事にそれがハマった感じはあると思うんですよね。皆さんにそれを気に入っていただけたらいいなと思ってるんですけど、そうですね、あと歌に関してなんですけど、今回は結構ね、アレンジとそれからその締め日というか、その納品するというか楽曲をこう、完成させるまでちょっと時間がなかったもので、オープニングの絵に関してはオープニングの絵についてる歌に関しては本当に僕の友達の宅録スタジオ、まあ要するに自宅ですね、自宅のスタジオで撮らせてもらったんですけど、それがこうちょっとブースって要するに歌うところですね、歌うブースのところがですねなくて、どこで歌おうかっていうことになった時に、ちょっと隣にキッチンがあったんですけど、キッチンでもうとりあえず撮ってしまおうと、でとりあえずそれ聞いていただいて気に入っていただいてから後でまたねちょっと納品しようみたいな形でちょっと慌ててキッチンで撮ってみたんですけど、それが意外といい感じで、好評だったのか、それとも本当に時間がなかったのかよくわからないんですけど、そのままオープニングの絵についてる歌は友達のキッチンで撮ったやつが使われています。そうですね、先ほども話したんですけど、キッチンでレコーディングしたというのをイメージされてはちょっと困るんですけど、かなりこうちょっといろいろ試行錯誤して歌を撮ってみたんですね。今回声にちょっとディストーションをかけてみる、要するに声をちょっと割って歌ってみたりとかっていうのを自分なりに試してみたりとかしてるんで、その辺もぜひ聞いてもらいたいのと、それから先ほども話したようにその自分のバンドの Z 期というバンドのサウンドが結構色濃く曲の中に入っていると思うので、その辺もぜひ楽しんでいただけたらなと思ってます。そうですね、映像の方もね、実写っていうちょっと自分でもこういう絵がついたんだっていう感じでちょっとびっくりしたんですけど、その実写の感じとも結構マッチしてて面白いんじゃないかなと思ってるんで、ぜひちょっとその辺も楽しんで皆さんに聞いてもらいたいと思ってます。最初話をいただいた時にエンディングもぜひ歌っていただきたいんですけど、こちらちょっと絵描き歌でかなり歌詞の方も強烈だというお話を聞いていて、いかがですか高取さん、ちょっとイメージ崩されちゃいますみたいな感じでですね言われたんですけど、僕としては絵描き歌っていうのは結構アニメの王道ですよね。結構やっぱりいいアニメには結構そのキャラクターがしっかりしてるものには結構絵描き歌とかついていて覚えやすかったり歌いやすかったりするじゃないですか。だからそういう意味ではちょっとね、自分もアニメの歌に携わっているものとしてちょっと一度歌ってみたいなっていうのがあったんで、確かに歌詞はねびっくりしましたけどねでもなんかね、歌詞を自分なりにまあ、またちょっとクールに歌ってみたいな、歌いこなしてみたいなっていうのがあったんで、非常に楽しんでレコーディングやらせてもらいました。実はね、ナレーションがこう途中でね、ツッコミが入ってくるんですけど、あれもぜひやらせてもらいたいなとか思ってこちらが手を挙げてみたんですけどね、却下されましたねいやね、正直僕らの バンドはハードボイルドショックとかハードボイルドロックとかって言われる、結構かなりちょっと大人のロックバンドっていうイメージで、アニメの曲っていうのはあんまりライブの中ではやらなかったんですけど、まあ、今回演奏 Z 期という形でテロップも入れさせていただいたんで、ぜひちょっと Z 期としてもライブでやってみたいなっていうのがあったので、やってみたら結構面白くてですね、もう最初サウンドミッションはもう間違いなく自分たちのサウンドなんで何の違和感もなくできたんですけど、さあでも絵描き歌もやっぱ歌っとこうかみたいなところで、なった時メンバーに相談したらですね、どうなんだろうかねみたいな感じでかなりいかがなものか扱いをされたんですが、で結局この間アンコールで歌ってみたんですけど、まあソロのね高取秀明として歌う分には全然何の違和感もなくというか、逆に歌いたいぐらいのどんどん歌っていきたいって感じだったんですけど、バンドでやる場合ちょっとイメージがあるんじゃないっていうのがあってどうしようかと思ったんですけど、アンコールで歌ってみたらかなり面白かったですね。で結構その
自分なりにクールに歌えたんじゃないかと、まあ、結構お客さんはかなり喜んでましたけどでもすごい盛り上がって自分でもびっくりする感じでですね、これからももしかしたらやっていくかもしれないですね。そうですね、だからヒーローゾっていうことに関して言えば、まあ、僕はご存知の方はご存知だと思うんですけど、その、まあ、戦隊ものですね、俗に言う、忍風戦隊ハリケンジャーから、それからアバレンジャーデカレンジャーと、まあ、3年続けてヒーロー戦隊ヒーローに携わらせてもらったんですけど、もう本当に完全無欠ですよね、ある意味で言ったらね、こうすごく強くてかっこよくて、そして正義の味方みたいな。それに比べるとこうスナーボーズはどっちかというとね、悪でねずる賢くてね、スケベでね、子供にはちょっと見せられないんじゃないかっていうところがあると思うんですけど完全無欠のヒーローもすごく大好きですけど、そういうこうちょっとドジで間抜けでスケベでっていうところもこう見え隠れするヒーローっていうのもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、いやすげえよくできてるけどこれ。俺結構子供の頃ね、G.I. ジョーっていうのがすごい好きで、というかうちでは買ってもらえなかったんだけど、お金持ちのうちにね G.I. ジョーがあって、それをちょっと思い出させるこの作りなんですけど、非常にいい感じで、これぜひ皆さんもね、DVD あれしてゲットしてもらいたいなと思ってます。皆さんの応援があれば、この次もコスナちゃんとかね、それからボインが動くようなフィギュアができたらいいなって思ってるんで、皆さんもぜひ応援していただいてですね、次にまた期待したいなと。また持ってない方はぜひねここまでゲットしてみてくださいということで、よろしく。オープニング、サウンドミッション、それからエンディングの、砂防水かき歌、ぜひ皆さんにね覚えていただいて、あとカラオケにもなるみたいなんで、合ってるのかな、ぜひカラオケの方でも歌っていただきたいなと。母音が一つ母音が二つを、ね、クールに皆さんに歌いこなしてもらいたいなと。そして皆さんにこうちょっとツッコミのナレーションもねこう一緒にツッコんでもらえるといいかななんて思ってます。それからね、一応自分のバンドの Z 期というバンドでもライブでオープニングは間違いなく、やりますし、エンディングもね時と場合によってはやりますので、ぜひね生の歌もぜひ皆さんに聴いてもらいたいなと思ってますので、ぜひライブハウスの方にも足を運んでもらいたいと思います。あと、スナーボーズのシングルが出てます。こちらのもぜひね聴いていただきたいと思いますし、カラオケで歌う前に、まあ、ちょっと CD の方にカラオケもついてますんで、こちらの方で練習していただいてね、かなりオープニングの方は難しいですよ、これ歌いこなすの難しいんで、ぜひぜひトライするためにもですね CD、手に取ってもらってですね聴いていただいて練習していただいて、カラオケで歌っていただきたいと思ってます。